チェコのリトムニエジチェにあるクロワシカンのズグラフフィートズグラフフィートとは2層の対照的な色からなる漆喰の表面の湿った層を描き落として線画を描く壁の装飾技法2層の対照的なスリップからなる釜で焼いていない陶磁器の素地に用いられる陶芸技法どちらの場合にも串のような道具で表面をすいて島や波を描くズグラフフィートは 16世紀、ルネサンス期のイタリアで広く流行した。ドイツにも移入され流行が起こった。バイエルンで最も顕著で、その地方特有のモチーフが見られる。ズグラフフィートは家のファサードを作るとき、広告の目的で使われるのが一般的だった。しかし、ズグラフィートの素朴なものは13世紀のドイツにすでにあって、ベッテラウやマールブルクの広い地域にその例を見つけることができる。 他にもチューリンゲン、エンガディン、オーストリア、トランシルバニアで使われていた。さらに、アフリカ美術にもフグラフフィート技法が見られるし、今は使われていないが、フィリピンのカットカットという技法が、ズグラフフィートとエンカウスティークを用いていて、サマール島の県住民が1600年から1800年頃に使っていた。化粧漆喰に、 ズグラフフィートを施しているところ装飾と組み合わせることによって、ズグラフフィートは壁画に変わるものになった。近年、この古い技法への注目が増し、表現の手段として様々な芸術形式に導入されるようになった。手順は簡単で、フレスコ画と同じである。カタルーニャでは、ズグラフフィートは20世紀初頭にノーセンティズムの新古典主義建築形に使われ、 ファサード装飾の回帰技法となった。ズグラフフィートは簡略化されて絵画技法としても使われている。カンバスもしくは紙の上に最初の色を塗り、それを乾かし、その上に別の色を塗る。それからパレットナイフやオイルスティックで上の層の色を描き落とすことで下の層の色の絵が浮き出る。下の層に色を塗ることが不要な時もあり、この場合、 塗った色を湿っているうちに描き落として、下地のカンバスをあらわにする。この技法は、美学生に、ズグラフィート技法を教える目的で授業で使われることが多い。ありがとうございます。